はい、どうも、ジールです。ということで、今回は年末年始のプロセカでどういったことが行われるか、またね、次回のワンダッシュチャンネル発表されましたが、そちらでどういった情報が出てくるかについてね、お話ししていこうかなというふうに思います。プロセカ年末年始なかなか豪華なんで、サクサクね、お話ししていきましょう。まずは限定イベントが行われますね。去年ははるかちゃんバナーの限定イベントが行われて、全ユニット混合みたいなイベントが行われました。はい。こちらは全ユニットが登場するタイプのイベントストーリーになりますんで、なかなか楽しいものとなったり、新しいね、絡みが生まれたりします。で、今年はこちら、バチャシンがね、メインの 1.5 周年のイベントみたいな感じになるんじゃないかなと個人的に予想しております。はい。で、そんでね、ガチャの方、カラフェスが開催されます。こちらがイベント限定キャラクター3人と、カラフェス限定キャラクター2人ですね。ジールの予想では、前も何回も話しているんですが、りんちゃん、れんくん、カイトさんがイベント限定メンバー、カラフェス限定メンバーにみずきちゃんとえななんていう風に、ね、予想しております。ここの予想は別動画で話しているので、詳しくはね、そちらを見てください。ただしですね、周年系イベントで6人ってこともあったので、ワンチャン年末年始、2年前の年末年始ではね、工場メンバー4人実装なんてこともあったんで、ワンチャンの限定6人っていう可能性もあるような、ないような、といった感じでございます。ここのカラフェスはバチャシンが来た場合だと強力なスキルのメンバーがね、たくさん実装されることになるんでね。バチャシンが来た場合は引くのおすすめで、そうじゃなかった場合はメンバー見て、決めるようにしてください。続いて、無料10連ガチャチケット7枚配布ですね。はい。こちらですね、年によって変わって、去年は7枚でした。で、2年前は、80連回すことができましたが、2年前はね、ガチャチケットっていう制度がなかったんで、ちょっと仕様が違います。なんで、去年をね、参照した方が可能性は高いかなといった感じです。で、今年も70連だとすると、21000クリスタル分のガチャが回せるといった感じになります。ここで星4当たればうまいんですけど、星4当たらなかったとしてもね、思いのかけらとか、めちゃめちゃ入手できますんでね、ぜひぜひそちら活用してキャラクターの育成に使ってあげてください。またですね、これは2周年の時と同様に、カラフェスや通常ガチャには使えないガチャチケットになると思われます。で、3ヶ月程度ね、前までの工場キャラのみが廃止される専用ガチャが設置されると思いますんで、例えば今来てるね、BEBUSのアキトくんバナーイベント、あの辺のメンバーがこの10連ガチャ、無料10連ガチャで出るかってやるとちょっと微妙なところとなります。多分出ないと思うので、そちらをね、狙いたい人たちはカラフェス回すようにしてください。続いて、年末年始の楽曲追加キャンペーンですね。こちらは先日発表がありました。今年は8曲プラスアルファ追加されるといった感じで、8曲は確定、それ以外は何が追加されるかは多分今度発表があるかなといった感じです。去年はですね、7曲追加プラスアルファといった感じでした。またですね、こちら劇中前楽曲追加も、12月のワンダッシュチャンネルで去年発表されて、それでドンファイエンドバーエンペラーがね、追加されたといった感じになっております。なんで今年ももしかしたら発表があるかもしれません。ただしですね、今年プロセカアルティメットがあるので、高難易度楽曲はもう3曲追加決定していて、12月にワッツアップポップ。で、あと3月か、に闇鍋、6月に人生がね、追加されるんで、ちょっと、ここがどうなるかはわかんないなぁといった感じではあります。もし追加されたら、1月、2月、3月と、超高難易度楽曲大量に追加されそうですね。続いて、プレミアムプレゼントガチャ。こちら、衣装付きの星4確定ガチャとなっております。名前の通りね、限定衣装がもらえる星4確定ガチャで、優勝クリスタル3000個で引けるといったものになっております。で、今年は虎年で、虎のね、衣装となっており、めちゃめちゃ可愛い衣装だったんですよね。で、来年はうさぎ年ということで、うさぎ系のね、衣装が追加されるのではないかなというふうに思います。いやー、絶対可愛いからめっちゃ楽しみですね。続いて、初売りクリスタルチョップ。こちら、優勝クリスタルを使って、ガチャチケットや準決勝と交換するお年玉と、ボーナスでクリスタルがもらえるクリスタルセールが行われるといった感じです。課金ユーザーはね、ぜひぜひこのタイミングで課金するようにしてください。また、お正月のね、限定衣装も販売されると思います。これは過去にね、販売されたやつの再販だと思われるんで、持ってない人はぜひぜひね、買っちゃってください。もう持ってる人は多分新規ではないと思われます。ワンチャン新規出る可能性もないことはないんですけど、そちらはですね、実装されてから見るようにしてください。続いて、カウントダウンログインキャンペーンですね。こちら、ライボ台が4個去年配布されました。クリスタル400個分となります。ちなみに2020年、2年前は、クリスタル500個配布されました。ペロスが風景変わっちまったな。はい、続いて、ハッピーニューイヤーライブですね。こちらは全ユニットが日替わりでバーチャルライブを行うといったものになっております。こちら季節系のライブとなりますので、1ライブにつき思いのかキャラ100個がね、報酬でもらえる形となっております。クリスタルとか、アナザーボーカルカードではないかなといった感じです。なんでね、合計で5ユニット分の500個の、思いのかキャラがもらえるといった感じですね。続いて、バーチャルライブの待機エリアに世界神社が登場。こちら去年行われたやつなんで、まあ、今年も行われるかはちょっとわかんないんですが、可能性は十分にあると思います。おみくじが引けたり、コレクションアイテムや甘酒が販売されるといった感じになってます。コレクションアイテムはカスタムプロフィールで使えるやつですね。2周年のコネクトライブで販売されてたなんか、コレクションボックスみたいなやつがあるんですけど、あれと似たようなものかなと思います。で、もう1個販売されるアイテムで甘酒っていう、バーチャルコインでね、買えるライブボーナスドリンクといった感じになってます。これめっちゃうまいんですが、今年発売されるかはちょっと微妙ですね。これがなんでかっていうと、前のね、プロジェクトメッセージでバーチャルコインの用途での調整についてのね、お話がありましたんで、ちょっとわかんないけど、まあ、できればね、今年も配布して、販売していただけると、めちゃめちゃ嬉しいなといった感じでございます。はい、そしてラスト、期間限定のメインストーリー開放ですね。初心者の方でまだメインストーリー開放できてないよって方はね、ぜひこれを機にね、イベントストーリー、メインストーリーか、読んでください。そしてぜひね、その後、イベントストーリーも見るようにしましょう。はい、ゲーム内に関してはだいたいこんな感じですね。あとはゲーム外だと、プチセカの放送日発表や、なぜかジールが呼ばれなかったでおなじみ配信リレーとかの発表がありましたね。プロセカのアニメ化とかプチセカ2期待ってるんで、いつか実装してほしいな、発表してほしいなって感じではあるんですけど、まあ、さすがに年末年始での発表はないかなと思われます。やるなら次 2.5 周年とかですかね。あとはセカライがもう直前に控えているんで、もしかしたらセカライ関係の、事前の新しい情報が出てきたりするかもしれないです。はい、といった感じで、年末年始の情報とか、あとはですね、次のワンダシチャンネルでどういう情報発表があるかについてお話ししていきました。皆さん何が楽しみでしょうか？やっぱ個人的にはカラーフェス、そして無料10連の方が楽しみとなっております。あとはね、新しいタイアップとかも出てくると嬉しいですね。はい、といった感じで良ければね、皆さんぜひぜひコメントよろしくお願いします。またね、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。